きます。はい、はい、おはようございます。どうですか朝のコンディションは。今朝5時半です。ちょっとまだ早いですかね。まだみんなあの寝てらっしゃるかな。ちょっと早すぎ。ちょっと早いかもしれません。まだね誰も出ていってない。気づきました今。なんか手に持ってるなと。あそう。こっそり出てきたつもりだったんですけど。そうですね。まだ、多分まだね、早いんだと思うやつ。ちょこっと、すいません、朝の修行ということで。また、今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。朝のお勤めから寝てたらしいですあのバッチリ撮りました。あれ撮っとったのね、はい、あのうっそ辻さん早速運用してましたよ朝。楽しいですなんか朝から出てやってきた。いや朝のこれが朝のお勤めということでただお相手されてるお相手は誰もしていただけませんでしたThank you.
すごいかっこよかったっすよ。あの尋常じゃない汗かいてますけど大丈夫ですか？なんかしびれが来てるんだけど、ね、やばいですよね。あれ叩くだけでも相当なあれなのに、この炎天下やばい。30何度、35度ぐらいあるんですかね。そうですね、やばい。でももうすごいかっこよかったですよ。ありがとうございます。もうジョージさんが負けじと炎天下でジョージさんもなんか炎天下で完成。もうこれはね、これはね、日陰でね、ぬくぬくと見れないですよ、これ。見てください、これ。このバチ、これ。すごい、すごい。これ下手な証拠なんですけど。あ、そうなんですか。下手だと凹んじゃうんですか。うまいと凹まない。そんなことないですよ、この汗、見てください、これ染み込んでますよ。いやー、これ。これなんで無線機持ってられないですよ。プルプル。いやー、何やってるんですか、ジョージさん。もうこれだけでも僕はもうダメです。素晴らしいが感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこの後も挑戦あります。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、はい、どうでしたか。いやね、あ、まあ、真面目な話からまずしましょうか。はい、ね、真面目な話から。どう、初めてでしたよね。そうですね、あの一回ね、体験のようなことはしたことあるんですけどね、ここまでね、こう宿泊してさらにまあ食事もいただいてお風呂もいただいてという本格的なのは今回初めて。やっぱあの別にそのね、信仰とか人それぞれですけど、一回こういうの体験してみるっていうのはやっぱ日本にこういう文化があるならやっぱやっておくべきですよ。そうですよね。なんかこういう有意義な時間の使い方もあるんだなっていうふうに、そうですよ、ね、思いました。よかったですよ。そういうことでいいんですよね。はい、ね、何が何でも信者になるとかそういう感じじゃなくて、あの必ずあのももチャンネルメンバーはぜひ参加するように。じゃあ今度 N77 局のお寺でもシーバー向け座禅会開いてくださいよ。そうですね、合宿付きで。いいじゃないですか。あんまり露見良くないですけどね。まあその我慢するっていう運用したいのね。境内あちこち動き回ってね、まあ、つなげる。いいじゃないですか。ねえ、そうですね、いろいろ夢が広がりました。いやでも本当にね、良かったですよ。僕正直ね、その仏様を拝むとかあんまり実際信仰心があんまないんですけど、うん、でもその自分と向き合うみたいなこと、うん、そうね、座禅、うん、よかったよかった。 そこ大事なんですか、やっぱ。あのまずやることが大事です。体験することが、やることが大事、はい、
なるほど。いや僕もあれですよ、もう一つ徳を積んだと、また徳を積んでしまったという、またってどういうことですか、ジョージさん。もうまたっていうのはどういうことなのか、ちゃんと教えてほしいんですけど。いや、また一つ、偉い人になったなという。あ、なるほどね。そういうことです。あ、じゃあもう遅刻もしないと。まあ、遅刻の邪心は払われましたか。きちんと脳と体が一致してですね、脳が起きたいと言っても体が起きないとか、体が起きたいでも脳が起きない。前もそれ言ってたけど、それやばい人ですよね。体と心が一致してないって言ってるんですよね。そうですね、バイクで言うとキルスイッチがついてるエンジンがかからない。じゃあジョージさん、はい、お礼を言って終わりにしましょう。どうも2日間ありがとうございました。はい、私も立派な人になるよう頑張りますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。合唱。ぜひ遅刻ないように。はい。あちらにも実は。ジョージさん、ずっと寝てました。ちょっと、何持ってるんですか。一番その雑念持ってる人、この人でしょ。何やってるんですか、僕らが修行してるのに。ここいいんですよ、このロケーションが。伊勢湾目の前に住んで、はい、ぜひ夜は運用の僕らが、はい、座禅会の途中だっていうのは夜運用してますけどね、はい、北海道とつながりましたんで。はい、一番僕たちが真面目に修行してるというこれですよ。本当にVB さんほどもう一度ちょっと修行し直した方がいいんじゃないですかね。今度僕ら二人で叩きましょうか。バシッ、ね、今度仕返ししましょう。そうしましょう。ありがとうございます。強烈やられましたからね。それではね、ありがとうございました。またチャレンジしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。合唱。